国鉄宇宙連絡線とビューを JR 四国宇宙連絡線とビューを高松駅発行の宇宙ホーバー圏飛び魚は、かつて、日本国有鉄道四国旅客鉄道が、本州、四国間の旅客向けに、宇宙航路で運行していたホーバークラフトである。瀬戸大橋が開通する前の時代は、本州の宇野と四国の高松の間の瀬戸内海を、結ぶ、宇宙航路が、 本市間のメインルートだった。当時、同航路で、普通の連絡線が、所要一時間かかるところを、ホーバーはわずか二十三分で結んでいた。乗り場は、本州側は、うの駅の列車ホーム海側先端、四国側は、高松駅の駅舎すぐ脇の海際にあって、列車からの乗り換えに便利だった。右行航,航路のホーバーは、九百七十二年十一月八日に、初代の、 カモメが就航。三井造船のメガボルト PP5 型艇を当時の国鉄がリースし運航。定員52名だったが、年々利用客が増えて大型化が必要になったため、国鉄は三井造船から新たなホーバーを購入。定員66名のメガボルト PP5 マークに飛び魚が1980年4月23日に就航した。 旅客定員は66名。船長と航海士の2名で操縦。エンジンは、ヘリコプター用のゼネラルエレクトリック T58 型、ターボシャフトエンジンをベースに、石川島張魔重工業が生産した、ガスタービニエンジン IM100 型を搭載、時速 80km で海面を飛ぶように走っていた。以下の特徴があった。海の新幹線というキャッチフレーズの下。 船体のカラーリングも東海道、山陽新幹線を模していた。船自体は陸上も走れるが、駅内に乗り場があったため、高潮による冠水を避けて、浮き桟橋での乗降となっていた。夜間は、宇野沖にある三井造船のメンテナンス基地で陸上停泊していた。ホーバーの船体には小さく、急行と書かれていたが、文字通り乗船には、 急行料金が必要で、乗客は国鉄、JR の乗車券とともに、船急行券を購入していた。通称は、ホーバー券で、乗船便指定、座席は自由席だった。駅内にホーバーの受便の空席あり、満席の表示板があって、事前に券を買っていなくても乗り場で、専用の列に並ぶと、寄席分だけ買えた。ホーバーの操縦席には、 列車運転用の海中時計がセットされていて、到着後の乗り換えに支障がないように厳密な定時運行が図られていた。到着時は、高速浮上走行のまま構内に入ってきて、プロペラピッチをリバースにし爆音とともに減速着水。助行しながら、三橋に接近し、帰産直前に航海士が、定外に出てきて、三橋から投げられた軽線ロープをキャッチし、 平型のタラップも取り付ける。旅客の乗降中、エンジンはアイドリングで、プロペラを回したままがスタービンと有の噛んだかい音を出していた。出航時はタラップを外し、継線ロープを桟橋に投げ戻した後、徐行しながら桟橋を離れ、そのまま海面で水煙を上げながら、エアクッションを一気に膨らませて、高速浮上走行に入る。この時、 操縦席の窓はワイパーが、ふるさとをしている。1986年7月1日には、岡山、高松間での将来的なホーバー直通運行が、検討された。商工会議所の要請で、岡山市内の旭川と小島半島沖の間でに、往復の試験運行を行ったが、コスト上の問題が判明し計画中止となった。 1987年4月1日、国鉄の分割民営化に伴い、JR 四国が運行を継続。1988年4月9日、翌日に、瀬戸大橋が開通し、JR の快速電車、マリンライナーで海を渡れるようになったため、右航航路のホーバーは廃止。1988年6月、JR 四国が、 船体売却のため公開入札を行ったが、売却額で折り合いがつかず、落札されないまま終了。1989年、建造元の三井造船に買い戻される。1991年、再利用の目途が立たず、三井造船の玉の事業所で解体。エンジン、座席など一部の船体部品はその後もしばらく、保管された。ありがとうございます。